なんかちょっとテイスト変えたいですね。アイスの白クマかチョコの、めっちゃチョコ、すっげえチョコ。うまこっちちゃう？いや、思った以上のクオリティと小豆にちょっと練乳っていう、美味しかったです。なんか食べ応えも一回あると思う。常にこう進化していきたいんで。パティシエ坂本のコラボクレープ第2弾、4種類のフルーツと小豆、練乳の甘さのバランスが絶妙です。ぜひ食べてください。